注意って書いてあるけど、メイシンがね、はい、これですちょっと俺もね、これって作るのが俺だなと思ってたんだけど、だから実際俺欲しいからないんですけど、そんなこれ作るんだよね、メイシンが、はい、なんでシン、あ、シンだから、シンだから、まあ、とりあえずまずイチゴ行きますか。俺、そうなると俺エースデンジャーのエース持ってるから、あの、デンジャーカード欲しいかもしれない。ああ、ね、こっちやね、うん、あの、場を崩して出てくるやつ。本当あれちょっと、もう、怖い。対抗、対抗で出さないのがあれだけど。じゃあ、向いていきますか、ゴリゴリ。ああ、これ。あ、これ結構強いっすよ、ジムフォーイン。ワールド分けしようぜ。今回4ワールドしかないから。あ、マジっすか、うん。あとこれも結構あのジャック、あ、これ使います、はい、あとこれなんですけど、エンシェントのガンディアダンディッキって結構使います、うんうん、これはあの、まあ最悪だね、デッキから落とすんで、落として拾うんだよね、はい、これちょっと分けていくよ、ワールド珍しくうちの店もね、ごちゃ混ぜでぶち込んでるんだけど、ああ、何それ、これ2ドローするやつだっけ、あ、ライフプラスにして2ドロー、これこっち、この方が大事、あ、ホロホイールで、ドラゴン、エンシェント、はい、まあこれがね、これがガン積みっていう噂だから、なんかする、うん、そのこれ攻撃的じゃないんだよ、 GA5 で出た時、ライフ2と2ドローうわ、強い、まあドローしてなんぼなんだよ、カルドン、まあ、あ、これ結構強いっすよ、ああ、それもね、ゴッテアキドアキルフがやり得るでしょう、でも俺普通にあの除去カードとして超勝ちのやつが欲しい、うん、強いて言えばね、まさに神だ、シャキン、あ、アマかける、じゃあ、さばきすぎる三つ星よ、ガルキャット、ガルキャット、これはね、フォースリターンホロ、いいじゃん、ガルベカリガルキャットは、これ結構強いですね、見てて、攻撃無効化しワンドロー、あ、悪くない、悪くないけど、なんかもはやなんかそういうの普通ぐらい、あ、来た、バビオン、おし、じ来ました、なんか光り物、自然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 、破壊戦術、あ、それ強いです、強い、対抗ついてないのがちょっと、これはあの対抗破壊、破壊されなくなるやつね、あれキラーって分けてる、はい、ホイールはホイールこっちにしようかな、そうです、っていうね、これ仕事権を兼ねてるから、仕事を兼ねてますんで、これ光り物こっちに、これはレア体だけど強い、ガン榴弾集合結構強いです、あ、これやったよね、うん、あ、出た出た、極悪ヤンキーのやつ、極悪サイチャックリスト、まだゴッドレア踏んでないね、そうですね、必ず出るんだけど、必ず3周出るんです、テテ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 、あ、これ使います、フレット、サイチャックリスト、あ、シックパックだ、裏からいきますか、あ、もう分かりました、はい、はい、ドラゴットのやつです、あ、当たりたい、でも一番当たり、これ、え、そうなんすか、多分、ただこの俺の勝ちだ、マナ博士言うわけ、これが3で、さっきのやつが4、そう、うん、結局これは爪切る一瞬でしか使わないっていう説なんで、って言ってたけど、まあそれは正解か分かりません、俺の勝ちだ、当たんで、はい、神出ました、クロスギア必ず出んの嬉しい、そうですね、あ、まださっきの、あ、なるほど、普通にレア版もあるんだ、そうですね、はい、あ、来た、こういう、はい、あ、これ使います、あ、これはあれだね、はい、重要度はそんなに高くない、そんなにないんですけど、2くらいでいいかなっていう、詰めるときにこう
トライアングル、ライトに出すんだ、こうこうこうみたいな、ライトに出すんだ。グリーも、グリーも再録されたんですね。ね、ここに来て、あ、来た、これこれ、戦闘準備、これ強いの、強いです。天照竜が出るとライフプラ1ワンドロー、あ、強い、ドローが強い。なるほど、じゃあトライアングルも続けて継続してね、ドローしながら破壊されてもまた立つぜみたいな、確保していくわけですね、ワンドを確保して。あ、また出ましたよ、あ、お、来た、ゴッドレア出ましたね、アギト、アギト、しかしアギトとハラハラのコンビは本当にうざい、一箱に必ず入ってるから、まあ、そうです、全然ゴッド感ないんだよ、でもまあゴッド感ない、ほらね、ゴッド来ましたよ、はい、来ましたって感じ、全然その言い方その言い方、このままなんかやっつけな感じになっちゃうけど、ちょっと待ってよ、かすってないな、デンジャーの蝶勝ち、あ、あ、使いたい、シュン、神の力によって吸い込まれていった、かっこもそうか、こういうパターンあるか、確かにあります、予想しなかったリアリティが出る、ジャイロ、これも強そう、結構強いですよ、うん、あの吸い寄せるマンなんで、対象攻撃吸い込むマン、あ、来た、補給、補給やろう、補給やろう、それはほんと強い、うん、それほんと4積みは確実、ガルドック、ガルドック、あ、ホイールになった、ホイールった、はい、私終わりました、はい、ということですね、こんな感じでした、あ、あ、ガルオラク2枚引く、あ、普通にドロマホじゃないか、はいはい、はいはいはい、まあ、続けていきますか、そうですね、続けていきますか、これワールド分けしながらいけばね、このままポーンと投げるワールド分けゾーン、ワールド、はい、バーン、一応私使いたいやつ取ってきます、はい、使いたいやつを吸い込まれていきます、ひゃー、ほら公開パパカツ、ひゃー、こう公然公開パパカツ、公然公開、公やけって字が被ったの意味がない、かぶせてどうする、あ、あ、これ使う、岩流弾の絆、あ、それ強いです、あの、なんだっけ、ゴッドヤンキー対策にもなります、あの、3ゲージ増やすので、うん、スペシャリー、ああ、あ、強い剣、これも強い剣、ね、強い剣、なるほど、どうですか、主人公変わって、みんなあのあれだな、限界突破ルールから若干ユーザー減ったもん、あ、ポンリュードの借り、これおかしきくらいに強いです、サンドロー 3体いるとサンドロー3ライフとか、ああ、なるほどね、まあでもこのパックだけで本当できちゃうんだな、デッキが、そうですね、あ、といる、で昔からやってた人は一応ゴッドヤンキーのカードが割とね、デンジャーの汎用除去になりそうな雰囲気があって、でも本当新テーマを組む人にしかおすすめできないパックだな、ガルドック、あ、ガルキャット、これは鉄板で入るやつ、ガルドックは、ガルドックはね、なんかゲージ足りんじゃねっていう説がね、あ、うん、これでワンドローついてるから間違いなく入るんだけど、ガルキャットはほんとちょっと単一って書いてないんですね、今回、そうそう、全部おかしい、ガルドックホイール、ガルパリー、あ、それ言って、あ、はい、さっき言って、もうワンドローとかさ、ニーダリのそういう守備魔法あってもいいね、あー、スーパーヘビニラリレストさせワンドローする、それちょっと強すぎる、強すぎないでしょ、これが許されるなら、あ、ハラハラ出た出た、あ、ハラハラ出た、凶悪カード、凶悪カード、でもこれがないと多分開始のターン弱すぎるんだよね、バンリューダーの
ハラハラとアギトがいると本当ダメ。まあ、それ以外ないんでしょう、耐える手段が。あ、ガリキャッツ。ガリキャッツ、これは鉄板で入る。さあ、でも俺もなんか作れちゃいそうだな、ちょっとした感じで。はい、ゴッドレア。ゴッドレア出ても嬉しくないんだよ、最近。あの、マナさんが8ボックスバリバリ見てたから、あ、まただっつって、あ、またゴッドレアだっつって。どの辺でこう、どういうことだ。だから、箱で必ず出るから、あ、なんか出た時ため息ついてるんだ。ちょっと意味がわかんない。そこ普通、あ、ドガチウス。あ、それそれそれ、これ、これが、まあ、デュエルゴールとかにも入るんじゃない、入るわけないから。はい、いや、入りそう、うん、まあ、ちょっと受け身だけどね。まあこれで場を崩して、その後、どうこうみたいな。なんでも崩れるからね。ほんとドラゴンホースとか、あの、グランテーゼも崩れるからね。それがほんとやばい。あ、モードスイッチ出てるじゃないですか、いつの間にか。あ、出てますね。今スルーしてた俺。モードスイッチスルーしてた。モードスイッチちょっと強いんですよね。まあ、でもしなくても強いけどね。まあこれが対抗で飛んでくるとやばいよ。しなくても強い。ゴッドレア。はい、ゴッドレア。ゴッドレアで喜んでる。はいって感じでしょ。うん、ゴッドレアだよ、はい。普通止まんないけどな。なんか悠々白書でいそうなやつ。そう、画面外で弾かないでよ。あ、画面外でした。画面外で弾いて。画面外だった。画面外で合ってるよ、ちょっと。この辺りでやると。この辺りで。こう、はい、こう、OK。究極出ました。ちょっと。どうしよう。どうしよう。それでも俺、バンリュー団作りたいと思わないよ。まあ、そう、一緒な。プレイングが退屈そうでさ。はい、回復、回復。はい、君のターンです。ちょっと、ま、待つ。ひたすら待つ。それだけだから。てか、これ、地味に、あの、ヨッシアーって書いてあるんですよ。今回ヨッシアー、ね、ヨッシアーなんですよ。あ、 D シアーだから。うん、あ、そうなんだ。ヨッシアーって書いてあるんですよ。え、どこに書いてある。ここに。ヨッシアー、行くぜアギト。なるほど。だから、あの、今回流行りそうな言葉、ヨッシアー。なるほどね。じゃあバンリュー弾使ってヨッシアーって言うんだ。なるほど、なるほど。ちょっと今フレーバーテキスト、ね、彼の口癖なの。不純正ですね。 DJ によって俺はこの効果を得る。よっしゃ。しかも地味にあの何でしたっけみたいな、そういう感じ。あのアニメに見たんですけど、そのバンリュー団の団歌、うん、みたいなのがあるんですよ。圧縮。あ、アストルギア。ふっ。おお。2ボックス連続当たりだよ。でも違うんだよね。違うんですよね。違うんだよ。これなんだよ。こっち使いたい、ね、これなんだよ。いや、これは一番高く売れるんで当たりでした。はい、もうラストね。はい。いい加減ラスト。というのも、というのもあるんですよ。本当にさ、みんな限界突破ルールあたりからまず小学校高学年組がいなくなったでしょ。ああ。で、あと、いつも来てた子たちは高校に入っちゃったの。高校入るとさ、ダディハイとガキっぽくねーみたいな、そういう。あれ中学生、あれ空気感もあって。あれ中学生。いや、高校あたりからね、一回離れるんですよ、絶対。あの、うん、姉ちゃんも離れちゃうかもしれない。やだ、やだ。昨日、家で普通に、ダディハイやりたいんだよって、ちょっとやっと喧嘩しました。気まずい。その喧嘩の原因俺じゃん、気まずい。いや、いや、普通に私、普通に、もうごく普通にカードゲームにハマるっていう。気まずい。どうしよう。お母さんの顔知ってるしな。気まずい。あれ、ガルドラゴン。何これ。シルエットサンス。サンス。上でいたんだよ、この。いたんだよ。でも DC はもう持ってない。サイズ3だし。あんまり。また全然別に。G シェード、G エボ。はい、戦場。G エボするデッキには入んない。
ティーエゴしなくても強いよみたいなのあるのかな。ああ。巌流団の絆。もう大体1位じゃないですか。もう超勝ち隊だね。そうです。おぉ、ランツィガルドラゴン、すいません、これ強いんですよ、ランツィガルドラゴン、これ強い、強いです、3回攻撃、あ、サイズ下がるから、あれか、はい、横に置くやつだ、ね、横に置いて、横に置いて、みたいな、サルガンチュアドラゴンの横に置くやつね、はい、それでさっきあの、なんか、オコスマンいるじゃないですか、シクヨン入ってる、うん、あれとか、もう、そのうち逆転弱くねって言われるんだよ、あコットレア、え？え？ダンスルーだ。え？コットレアダンスルー。え？もうコットレアが空気みたいな感じなの。でも確かにマナさん普通になんかツイッターで言ってたな。コットレアボックス1だけどだんだんありがたみを感じなくなる。神、仮にも神なんだけどね。うん。神の あ、ドラゴットシャイン、なんだ効果、はい、あげた、なんかもうゴットレア空気強い、あ、なんだっけ、あ、これも強いやつ、アイテムも手札に来る、だからさっきあの、なんだっけ、まだドロップ回収両方ついてる、あ、ごめんなさい、あ当たりなんだけどね、当たりなんだけどな、あなるほどね、なるほど、店としては大当たりなんだけど、3箱全部する、3箱全部、まあ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 、あでもね、はい、昨日お客さんが当ててたな、スターは、うん、マジっすか、あ、これ強いです、これ、うん、ライフ1払って上から4枚見て、うん、モンスターとアイテムをまず加えます、うん、そしたら残りをゲージいきます、あ強い強い強い、なるほど、絶対いります、絶対いります、スパック当たったんだけど、そうメイシンが目当てになったのが出なかった、そこメイゴット、オラクル、オラクル、もうなんか引く出ちゃうと作業でもはや、もはや、あっちよ、これダメか、あー来た、あーでもそれも重要度としてはやっぱまず、まず引くだよね、まず引くです、これはなくても回せるからね、別に、まあちゃんとオーバーキル要因だからね、よっしゃゴットレア、喜ぶんだよ、喜ぶよ、喜ぶよ、なんだって喜ぶよ、なんだって喜ぶよ、電話のマスターレアと同じ枠だぞ、知らない、そこをごめん、知らない、はい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 、もう、宿出ちゃったし、作業だよ、はい、はい、ゴッドヤンキー、だから俺の目当て1枚しか出なかったね、ね、出てるでしょ、トホイル、トホイル、はい、はい、大丈夫です、はい、まあ、店としては勝ちました、これ私としては負けました、それが 3箱ともこれっていう奇跡が起きたんで、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします、あなたが爪を出たけど